おはようございます。ネット部マネージャーの青木みなみです。アイシャドウにも口紅にも使える万能なコスメです。メッセージが書いてあります。大丈夫かな、こんなんで。ネット部マネージャーの矢野育穂です。だんだん涼しくなってきて秋らしくなってきたので、かぼちゃのスイーツを作りました。かぼちゃのタルトを作りました。今日は私が最近買った秋服を紹介したいと思います。一つ目はレトロガールで購入したトップスです。袖の部分がスカラップといって波を打ったような形になっていて、とても可愛いデザインになっています。皆さんこんにちは、ネット部マネージャーの前田理美です。私は今カナダのビクトリアという町で1ヶ月間ホームステイをしながら大学に通っています。私は今ビクトリアで最も栄えている観光地であるギッターハーバーに来ています。あれはガバメントビルディングです。ここはフィッシャーマンズワーフという海に浮かぶ海やお店が立ち並ぶ港町です。ビクトリアは本当にとても素敵な町で、花や自然がたくさんあります。人もとても暖かくてとても住みやすいし、気候も夏でも涼しくて快適です。ぜひ一度訪れてみてください。ありがとうございました。南海放送ネット部松本優香です。今日は私が今所属して頑張っている愛媛コレクションについて紹介したいと思います。まあ、いろんなことをやってるんですけど、塾としてはミスコンをしていて、愛媛県の可愛い女の子たちの力を借りて愛媛県の人、日本の人を元気にしたいという団体です。今日はそのミスコンに出るファイナリストの5人が来てるので、みんなに出てきてもらいたいと思います。おいで。せっかくなんで一人ずつ自己紹介してもらいたいと思います。はい、エントリーナンバー1番峰津組です。エントリーナンバー2番中村萌です。エントリーナンバー3番古谷なるみです。エントリーナンバー4番松江夏実です。エントリーナンバー5番中川未来です。ね、みんな可愛いですよね。私もすごい嬉しいんですけど、この5人と運営団体でいろいろ広報していくので、皆さんぜひチェックしてみてください。バイバーイ。バイバーイ。最近すごく肌寒くて、秋も深まってきたなと感じます。そこで今回は、一つ身につけるだけで一気に季節感が出る私のお気に入りのアクセサリーをご紹介します。じゃん、ファーイヤリングです。その名の通りファーがついたイヤリングになります。これつけているとよく友達に耳あったかそうだねって言われます。皆さんもいろんなアクセサリーや小物で秋冬ファッション楽しんでいきましょう。ではさようなら。